サンカントリー航空は、アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスを本拠地に置く、格安航空会社である。アメリカ合衆国の国内線に加え、メキシコ、カリブ海諸国、中米への国際線を運航する。1983年、サンカントリー航空はボーイング727-1機で運航を開始した。当時のパイロット、キャビンアテンダント、 整備士の多くは1982年5月11日に倒産したブラニフ航空からであった。1988年、本社屋をミネアポリスセントポール国際空港へ移転。2001年、アメリカ同時多発テロの影響で資金不足に陥り全運航を休止2006年、ミネソタ州を中心とするピーターズグループワールドワイドに買収される。2008年、 リーマンショックによるアメリカ経済危機の影響でサンカントリー航空は禁止の状態に置かれた。急遽 CEO スタンガーデックに変更45名のパイロットを解雇しミネソタ州から5000万ドルのローンを受けた。2008年9月ピーターズグループワールドワイドの代表トム・ピーターズが FBI によるサンカントリー航空の金融詐欺捜査の開始を受け社長を辞退。 その直後サンカントリー航空は連邦破産裁判所に連邦倒産法11章を申請した。2011年7月、カンブリア社オーナのデイビス家が3400万ドルでサンカントリー航空を買収。2017年、元アレジアントエアの取締役ジュードブリッカーが CEO に就任。2017年12月14日、アポログローバルマネジメントが サンカントリー航空を買収。2019年12月17日、アマゾンがサンカントリー航空株を購入し、主要株主になった。株の購入の意図は、サンカントリー航空をアマゾンの貨物運送に使用するためである。その後、サンカントリー航空はボーイング737-800の貨物使用機10機を購入した。ボーイング737-800機。 サンカントリー航空の使用機材は2020年現在アメリカ合衆国シアトルのボーイング社が製造するボーイング 737NG シリーズのみを運航する。マクドネルダグラス DC10 機ボーイング737-800のエコノミークラス座席かつては全機材にはファーストクラスがあったが連邦倒産法11小適用後本格的に格安航空会社化し、 現在は、すべての機材で、エコノミー座席のみとなっている。フォルカス、マット、エールックアットサンカントリーエラインズ。エアポートスポッティング。2020年6月10日閲覧。サンカントリーエラインズ、ローフェアス、ノンストップフライツ。www.suncountry.com。2020年6月10日閲覧。サンカントリーエラインズ。 web.archive.org 2020年6月10日、閲覧。ab, September 29サンカントリーワーカーズフェイステンポラリー50%ペイカット。スタートリビューン2020年6月10日閲覧。サンカントリーファイルズフォーバンクラップし。スタートリビューン2020年6月10日閲覧。カンブリアディールギブスニューライフツーサンカントリー。 スター・トリビューン、2020年6月10日閲覧。サンカントリーネームズ、ジュードブリッカーアズ・ニュー,シーオ・ー e o スター・トリビューン、2020年6月10日閲覧。ファンズマネージド・バイ・アフィリエッツ・オブ・アポログローバル、マネージメントツーアはクワヤ・サンカントリー・エラインズ。www.apollo.com。2020年6月10日閲覧。キャメロン、ダグ、アマゾン。 ルックス23カントリー2ブーストイッツカーゴユニット。ウォールストリートジャーナル。イシュン0099から9660。https。w 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 s j c o m アーティクルズ。アマゾンルックス23カントリー2ブースト。イッツカーゴユニットマイナス -115 億7662万18012020年6月10日。閲覧。AB。B サンカントリーエラインズローフェアスノンストップフライツ www.suncountry.com 2020年6月10日閲覧ファーストルックアットサンカントリーズニュースモーラーシーツスリフティトラベラー2020年6月10日閲覧ありがとうございます